割とこう60代とか少しこうミセスの方たちには素敵かわいいとおっしゃってくださる方もさまざまな反応がありますね。いや写真撮らせてくださいという人は、結構、声かけてくれる人がいますね。かわいい手作りですね。そうです。 Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat, and today we have come to Brilliant Star Decorations, which is an event that combines fashion, music and quite a lot of interesting things. And this time all the guests here are dressed up to the nines as well. So this time we're going to go and ask the Japanese people what is hard about wearing Japanese fashion and what actually is good about wearing Japanese fashion. So let's go and ask Japanese.今着てるファッションスタイルは何ですか？じゃあポイズンガーデンというところでガーデンバラ図鑑のスカートトリプルフォーチューンというブランドのものなんですが、そちらにちょっと独特しいウィッグだったりメイクを合わせてポイズンガーデンっていう一応この日のテーマに合わせては作ってきました。今のスタイルの良いところとちょっと大変なところは何ですか？良いところ、そうですね、コルセットがやっぱりラインをすごい綺麗に見せてくれるところと、やっぱりこの時期ウィッグとかが暑いです。一言暑いです。はい、はい、外で歩くとどの派の上がりますか？周りの方ですか？大体二度見はされますね。お子さんなんかはもうじーっと見て、はい、正直だなっていうのがありますし、でも大人の方とか割と10代後半の大きい方たちもちょっとこちらと見てはっていう顔をされたり、でも割とこう60代とか少しこうミセスの方たちには素敵かわいいとおっしゃってくださる方もさまざまな反応がありますね。今日はロリータデコラティブ過剰装飾系ですよね。ちょっと重たいし暑いし大変です。好きなところは何ですか？やっぱりこう自分の好きなように飾って、その人と違うところを自分で主張したりとか、あとこう自分でオリジナルの、コサージュとかいろいろ作ったりするのすごく楽しいですね。私はもうとりあえず打天使っていうのをもう頭の中に必ず置くようにする。確かにこの、テーマはポイズンガーデンだけど、じゃあポイズンガーデンに自分が持ってるキャラで通りだったらどうなるかなっていうのを常に考えてファッションはするようにしてます。で必ず背景のストーリーを考える、それは必ずやるようにしてますね。あとは大変なところというともうこれですかね。もう物掴むの大変なんですよね。非常にコツがいるっていう、そういうところともう皆さんおっしゃってたね、とにかく暑い、こんな時期にやるもんではないと思いますね。一回カメラに見せていただいてもいいですか？パンフレットで見えないかもしれないですけど、物をつかみづらい。つかみづらいですね。こううまくこうね、指の先でパツッとこう挟まないといけないんで、これが意外に慣れないと大変なんですね。今自分が着てるスタイルは何のスタイルですか？今日はゴスロリファッションだったんで、ちょっとなんか普段は着ないような花柄のワンピース、ちょっとなんか普段とは違うような自分かなって思います。ポイズンガーデンなんで、なんか黒地がそのポイズンのイメージが黒だったのと、ガーデンお花なんで、お庭といえばお花かなっていう。これテーマに合わせて。そうです、はい、一応自分なりに考えたテーマで、はい、来ました。これは割と普段の自分通りの服装で来ようと思って、その出演する方が思い思いの格好で来ていいよって言ってくださっていたので、ありのままの自分で来ました。今着てる洋服の良いところとちょっと大変なところは何ですか？いいところはなんか普段の自分とはちょっと違う雰囲気の服なので、そうですね、なんかちょっと違う自分になれるような気がするところ、でもちょっと着にくくてこの服なんか着慣れない服なんでちょっと着づらかったです。私はこの外がこう広がってて可愛いなって思うんですけど、今日差しが強くてこのレースの形に日焼けしちゃわないかなとか今ちょっと心配です。今着てるスタイルはつまり何ですか？そうですね、今日は
ショーの趣旨に合わせて、まあ、ちょっと毒っぽいやつ、蛇の柄であったりとか、まあ、それに合わせて、まあ、イチゴなんですけど蛇と合わせると毒イチゴみたいな、そういったあのちょっとこうあの、ハードめなモチーフを、取り入れた感じです。で、今のファッションスタイルの良いところとちょっと大変なところは何ですか？ものすごく見栄えがするところ、本当にあの、派手で目立つというところが良いところですね。ただあの欠点もありまして、これやはり、ちょっと暑いなというのはこれはしょうがないんですけれどね、そう思います。はい、基本ね、この感じで歩くとあの周りの意見は何ですか？本当に都心、あの東京 の中心地だとそんなにあんまり あこういう人いるんだって見てくれますけど、たまにあの写真撮らせてくださいっていう人は、結構、声かけてくれる人がいますね。じゃあ今着てるスタイルをちょっと説明していただけますか？カメラに今何着てますか？一応全部洋服はあのメタモルフォーゼの服、一応トータルでコーディネートしてるんですけど、イベントのテーマにイメージしたっていうか、そういった感じで全体的にちょっとダークな雰囲気にまとめてみました。今回のイベント あのテーマが毒、ポイズンガーデンということで、あの私も毒を意識して、日本に、存在するあの水仙のお花やアジサイ、あと藤もちょっと毒があったりもするので、そういうものを取り入れて、和を意識して、今日はコーディネートを。じゃあ今着てるファッションの良いところとちょっと大変なところを教えてください。相性っていうかフィーリングっていうか、あこんなのがなんとなく人が着てるの見て、あ着てみたいなっていう、それが始めたのがきっかけなんで、着たらどの感じですか？あやっぱり楽しいです。たまに大変だったりとかするんですか？もう良くも悪くも目立つんで、それは、ね、大変ですよね。まず憧れから私はこのファッションを始めました。ゴシックロリータバイブルというあの本がありまして、それを昔読んでいて、あのとても憧れたんですね。で原宿にはこんなすごい人たちがたくさんいるんだと思って、で私もやりたいと思って、そうですね、ここ5年くらいで始めたんですけれど、そうですね、自分の心の中にある物語を表現できるとても素晴らしいあのゴシックだったりロリータというジャンルはとても素晴らしいと思っています。大変なところっていうと、布がとても優雅に使われるお洋服だったりするので、夏場はとても暑いですね。多分皆様もあの暑さ対策は大変だと思います。今はあの今日のコーディネートのポイントを教えてくれますか？特に何も考えてないんですけど、私ピアス、実はずっとピアス見てるんですけど、ちょっとこれ先週デザフェスっていうのが別のところであって、その時に一目惚れしたやつです。これかわいい、手作りですね。そうです、手作りで作ってる方がいらっしゃって、その方から。じゃあ自分のファッションのポイントは、とりあえず今日は一応毒花というようなテーマだったので、一応お花ということでお花のカゴバッグと、あとお花のワンピースというところで花ということでコーディネートしてます。これはですね、あのとあるキャラクターの格好なんですけど、それをそのまんま使っちゃうとあのコスプレになっちゃうので、それコスプレにならないように自分でも普段でも外で着ていけるようにちょっとアレンジして作ってみました。お、何作ったんですか？あの自分でミシンで縫いました。手作り？はい、あのこのコルセットですとか、この帯留めとかは買ってきたものですけど、それ以外ジャケットとかワイシャツとかベストは全部自分で作りました。すごいですね。すごい、大変だったんじゃないですか？大変でした。もう1週間以上時間かかりましたね。1週間だけ？あ、いや1週間以上、それよりももっと、すごいですね。でもなんでそのファッションしたいなと思ったんですか？良いところは何ですか？良いところ、そうですね、やっぱり自分の好きなことをこの外に向けてどんどん発信していけるっていうんですよね。もう服装で分かる人は分かってくれるから、あのキャラが好きなんだねっていうところでまた交流が誰かと始まるのがいいと思いますね。あ、誰かと話したり。そうですね、まあ、軍服とかをもともとちょっと着てみたいっていうのがあって、軍服をイメージした服装にしてみました。こんな感じ。これちょっと悪さをして捕まってグルーに行くの設定です。今のファッションの良いところ、ちょっと大変だったところは何ですか？良い
ところだと、まあ、この格好だと普段着みたいな感じだから、この格好でほとんど電車に乗れるっていうことです。大変なのはそうですね、スタイルの維持の問題、もうごまかしが効かないっていうところですね。もうお腹とか足とか、あと動きとかね。ちょっとあと長袖だからちょっと肌を見せないようにするんですけど、この時期だとやっぱりちょっと暑いなっていうことはあります。ありがとうございました。So what's good and bad about the leader fashion? Let's compare what's good and bad about the leader fashion abroad. I found that abroad you have those beautiful settings, you have those castles and such, especially in Europe, where you can take amazing pictures. But on the downside, it is a bit harder to wear the leader fashion in public. People will actually say rude things to you out loud, which is a bit of a shame. But hopefully you have a strong community that lifts you up. So that's another of the good points is abroad, that you have a strong leader fashion community, that people can come together and give each other the kind of assurance of the safety in numbers and the safety in groups. But in Japan, the good thing and bad thing about leader fashion in Japan is, the good thing is you can buy it very easily. Also, if you are in Tokyo or in a big city, you can wear it without getting into trouble and getting negative comments and stuff. But on the bad side is, because you can wear it on your own so easily, there is less of a community, or I find there's less of a community coming together. So it's good to have events like Brilliant Star Decorations that bring everyone together and create a community, so and get many new people inspired. So that was it for Brilliant Star Decorations. I hope you enjoyed this video, and I'll catch you soon on Ask Japanese. And don't forget to check out the information in the links.